ダッシュ島こと百合島で偵察兼ドローン撮影に行ってきました。百合島は松山の沖合に浮かぶ忽那諸島の一つで、現在は無人島です。島からは弥生時代の土器も見つかっており、古くから人が住んでいた歴史の古い島でもあります。島の周りは良い漁場となっており、昭和初期には近くの二上島などから移り住む人が増え、一時期は数百人が暮らし、集落もあったようです。しかし昭和40年代に最後の住人が島を離れ、無人島になったと言われています。無人島になってからは、電波少年の無人島脱出企画で使われたり、現在は鉄腕ダッシュのダッシュ島の舞台になっています。島は大百合と小百合の2つの小島がつながっており、その間にはトロッコのレールが確認できます。この日は番組の撮影はしていませんでしたが、関係者と思われる人たちが上陸しているのが確認できました。撮影がない時も定期的にやってきて作業しているようです。島の周りには3隻の船が待機していました。作業員たちを送り迎えしているのですが、どうやら作業中はずっと停泊して待っているようです。こちらの船を警戒していたので、近づいたら何か言われるはず。